堺井流星5月31日隊は、日本中央競馬会所属の騎手である。立党トレーニングセンター、矢萩義人9社所属。1997年、東京都出身。父は、大井競馬の元騎手で調教師の堺井秀光。おじに、笠松競馬の元騎手、堺井織人という競馬一家で育つ。幼い頃から競馬が身近な存在で、小学生の頃。 父親の影響で騎手を志す。中学時代の同級生には堺より一年遅れて騎手デビューした川又賢治がいた。2013年4月に騎手家庭32騎生として競馬学校に入学。矢作義人9社の所属となるが、これは堺の父が大井競馬の騎手であり、矢作が東京都の大井で生まれ育ったことも関係していた。また、 競馬学校時代には目標とする機種であるという福永雄一の付き人としても学んだ。2016年2月に競馬学校を卒業、同年度の機種免許試験に合格。同期には、小木野曲、菊沢和樹、木端なり、藤田彩奈子、森雄太郎がいる。2016年3月、矢萩義人旧社に所属し、3月5日の 阪神競馬第3競争で、ビアンカリボンに起乗しデビュー。同年4月2日の阪神競馬第4競争で、グランプリアクセルに起乗し初勝利を飾った。初年度は4月17日の阪神競馬第3競争で4頭が絡む落馬事故に巻き込まれ、左第2肋骨骨折などの負傷で、約1ヶ月起乗できない時期があったものの、25勝を上げ関西所属の新人騎手では、 最多勝ちとなり、加えて、起乗停止がなかったことも評価され、中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞するなどの活躍を見せた。2017年11月16日より、オーストラリアでの自主研修を開始。翌2018年3月10日に初勝利、その後のレースでも勝利し、異国の地で1日2勝を挙げた。またこの時期に拠点を、 ビクトリア州からアデレードへと移している。ドバイミーティングの際には、ドバイへ渡り、リアルスティールなどの追い切りを手伝った。2018年5月に、ビザ更新のため、日本に一時帰国、5月16日から5月27日の間は日本で帰場し、東京競馬場で行われたオープン特別の、ケヤキステークスを自身が所属する矢作級者の、 ドリームキラリで勝利するなど5勝を挙げた。安土城ステークスでは同じく、矢作級者のモズアスコットに起乗、レースでは一番人気に押されるもで遅れてしまい、最後は鋭い末、足を見せたが2着に敗れた。なおこの1週間後、モズアスコットは、連投で挑んだ安田記念で、クリストフルメールを背に、初 GI 勝利を挙げている。再び、オーストラリアに戻った際に、 アデレードのトップトレーナーであるライアンバルフォー級者と専属契約を交わし、11月にオーストラリアを離れるまでバルフォー級者の主戦騎手として活躍した。2018年10月20日、オーストラリアのコーフィールド競馬場で行われたコーフィールドカップでソウルインパクトに騎乗し、これが GI 初騎乗となる。日本の若手騎手が 海外の GI 競争で GI 初起乗を果たすのは極めて異例のことである。およそ1年オーストラリアで起乗し通算16勝の成績を残した。同年末に帰国。オーストラリアでの起乗を終えた後は自主研修のためにアメリカと香港へ渡り、香港では香港国際競争へ出走するモズアスコットなどの追い切りを手伝った。帰国後の朝日杯フューチュリティステークスで コパのマーティンに帰乗し、日本での GI 初帰乗も果たした。以降、2019年のフィリーズレビューをノーワンに帰乗して優勝し、重賞初優勝を挙げると、京都大賞典、中日新聞杯と、重賞勝利を重ねる。2020年には、日本ダービーで里のインプレッサに帰乗して、同競総初帰乗となった。その後、7月8日のジャパンダートダービーを、 ダノンファラオに騎乗して優勝し、GIQ 競争初優勝を挙げた。2021年2月にはジャスティンで、サウジアラビアリアドダートスプリントに出走して6着、そのままジャスティンと共にドバイゴールデンシャヒー品へと転戦。本番までおよそ1ヶ月の長期滞在となったドバイでは、シャルジャ競馬場で行われたアラブ種のレースに参戦したり、地元馬ポエッツプリンスで G3、 アブダビチャンピオンシップに帰場するなど現地で帰場経験を積んでいる日本中央競馬会が発表している機種データに基づくありがとうございます。